ピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。で以前ですねこういうコメントがあったんですよ。ドッスンにねやられてくださいっていうコメントがあって、ぜひその期待に応えたいと思ってトロールコースをね探してったらこういうのがあったんですよ。サムネがドッスンなんですけど、まだこのコースがですねトロールコースっていうのは僕わからないんですけど、説明文の方を見て What is the difference between checkpoint 0 and checkpoint 2 バージョン 2.1、 まあ僕ね英語はよくわからないんですけど、チェックポイント0とチェックポイント2の間は何か違うっていうことだと思うんですよ。まあ、クリア率はねそんなに難しいわけじゃないからね 2.84%、 まあサクッとクリアしていきましょう。もうもうこんなねクリア率はサクッとクリアしていこう。で初見殺しは何これ、右ちょ待って、いやこれトロールなんですか。ナイス反射神経ビヨーン、ナイス来た、ここちょそっちかそっちに来んですか。いややられたよ、もう期待に応えたよね。じゃあここは一旦右に行って下に寄っておけばいい感じでしょう。こっちナイスで、ドッスンの後ろを行けばいいみたいな。どこ行ってんのドッスンえこれ上でいいのかな。あ上でいいっぽいね。これはフラワー取れないでしょきっと。じゃあここは赤コインピンクコインを取って右、いやまずい、危ない今の見た、これトロールなのかな。いやまだわかんないんですけど、さっきのドッスンの感じを見る限りねトロールコースだと思うんですよね。これは下と見せかけて上だね。で右上行こう。さてうわなんか出てきそう、あれこのハテナ叩きます、コインかよ。いやあんくらいだったら僕抜けれますよ。はいうまいいいねじゃあここは P 押して下に逃げよっか、下に逃げます、はいブブー。上行ってなんか土管にまだ入ってないのよ、これ入れるんじゃない。いやこっちが正解か。あ暗いね、暗いけどスターがあるからね結構見えるんだよね。でここは右罠だね、左だねきっと。いや多分こっちちょっと右気になるんだけど、あのバーがあるからね多分戻れなくなっちゃうんじゃない。でこっちに行って、いやどうす、いやまた追いかけられるいやこのコース面白いね。一応トロールにはなるんだろうけど、ちょっと変わったトロールだね。それじゃあこの土管入ったらね、またドッスンと競争が始まると思うんですよ。すぐ右行って逃げよう。わあ！もう終わり？いやそっちかよ。ずるいそれは。それじゃあここはこの辺で待っておいたら大丈夫。オッケー。で上が開ける。来た。でこのまま上に行って土管に入ればいいのかな。うわまたピート土管あるじゃん。あでも土管の前にブロックがあるからね。この上何、いやなんかありそう、怖い。さて開けますね、左から順に開けます。はいはいはいコインかよ、いやなんもないやんか。じゃあここはまたドッスンと競争が始まる、絶対に始まりますねここ。さあ逃げましょう。いや楽しいねこういうコースは。来た、はいよし逃げよう、うわ怖い、いや待ってこれはこの子でいい、オッケー。でこの左行こうか。でどっち、パウ叩いていいっぽいね、ちょっとパウ叩いてみるね。はい、あ上に行けるの、上行ってみようか。ちょっと何も意味ないね。じゃあこのまま左行きます。これは鉄球だねきっと、多分鉄球が出るんで右に避けましょう。あ鉄球じゃないのか。で上、あれさっきもこっち行ったくないこう、あチェックポイントある、なんかさっきと違うくね、なんかさっきドッスンいたよね、マジックですかここ、危な危ないやんかこれ。上がせ、あ待ってこれやべえパターン、やべえパターン、ブブー言われました。あこっちで正解じゃないよねもう。いやワンチャンあるよこれ、ちょっとねこのボムを破壊します。はいオッケー。でこのまま左に走っていこうか、ドッスン落ちてきそう。はい、いや待って、何これ何これ、あのドッスンより早く行け的な、いや負けないよ。はい次はなんだこれはあなるほど、あのドッスンより早く行って針に当たれって感じだね。まあ一言で言ったらねめんどくさい。
それじゃあね、中間ポイントに戻ってきたんだけど、ここで、うわ待ってビビった。で、ここで右、わ入れないね。じゃあここに俺ドッスンに乗って、左のこの土管が正解みたいな感じでしょ。で、ここは右罠と見せかけて、罠じゃないで、きっといけるよ。多分ドッスンかなんか左で壊してくる感じでしょ。えっ、いやこれ、ほら、いや完全に積んだと思ったんだけど、これ下からいけるね。じゃこのまま左行こう。あのピンクコイン取ってよかったっぽい。そして次はどうしようか。ブンブンがいるね、左に。右は右にどんどん進めると。じゃあこのまま進みましょう。で、ここでオンオフ。何？で、なるほど、ブンブン倒さないけん感じかな、これは。なんこれ、普通にいけるんやけど。待って、ここさっきと同じパターン。じゃああれかな、このブンブンを倒したらさ、鍵が手に入る的な感じかな。多分そうだね。だから一旦オンオフして下に行ってみようか。そしたらブンブンがいる感じ。うわ怖っ。ちび、なんでクレヨンになってんだよ。めっちゃビビったやんか。うわ、ここは右か左、どっち。これね、ブブーって言われてる方が正解、そう思いたい。いや多分こっちだね。あ、合ってるっぽい。なんで最初に戻るんだよ。いや待って、これはさっきと違うパターンかもしれないよ。ね、ワンチャンある。いや、きっとそう、何かさっきと違うパターン。やっぱさっきと違うやんかー。なんでここでブラパが出てきたね。このブラパ無視、おい、ちょ、ブラパを右で避けよう。たぶんこっちで避けて、多分ね、いや大丈夫、自分を信じれ。下に行く、さっきと一緒やんかー。え、待って、じゃあここ上に行けばいいのかな。また上に行け的な。で、この土管入るみたいな感じかな。さっきと一緒だよね。あ、なんか違うよ、ほら、右がなんか開いた、開いた開いた。わ、どうなってんだろう本当にこのコース。待って、この音楽もやばいやつじゃないんですかね。ジャンプ、あとピンコイン1個いるね。あ、ピンコイン揃ったくないこれ、ほら。いや、ゴールっぽい、きっとゴール。ほら、最後にね、きっとドスンとのね、戦いが始まると思うんですよ。さて、どこにいる、これは何、開けます。うわー、なんか始まる、絶対なんか始まる。うわ怖っ。こっちは絶対これ予兆だよ。え、これ何。今のクリボー何ですかね。で、ここもボムがいる。いや、マジ何なの。え、じらすね。あ、ドッスンいる。ここは絶対追いかけてくるパターンだね。どこへ行ってんの。なあ、戦おうぜ。いや待って、ここ地味に危ないって、ここ地味に難しいんだって、ここは。うまい、うまい。いや待って待って、なぜか貫通するんですけど、どういうことよこれ。前にもなんかあったよね、こういう貫通するやつ。じゃあこのままもう行くよ、右行きますよ。なんでなんでここなんだよ。あんだけ散らしておいてこれはないぜ。あ、いやさっきと違う。いや熱い熱い熱い。はい、それじゃあ次のトロールやっていきますか。トゥートロール or not to トロール。トロールか、トロールじゃないのか。まあ多分そんな感じだよね。クリア率はね 2.19。 まあ意外とね、簡単なような気がします。トロールかトロールじゃないのかっていうね、そのあれ発想面白いよ。見た今の回避、もうトロールキングだね僕。うわ待って待って、引っかかれよ。なあ、今の引っかかるとこじゃないんですか。美味しくしようぜ動画を。じゃあここはトロールか、待って、ここは
大丈夫？取れ高的に大丈夫ですか？まあ、これは下が引っかかりそうだよね。なんで下行きますね。今日の取れ高はここだぜ。いやあ、いや多分ね、ここはキノコ取ってからの右に行ってそのまま右、いやこうしないとガリガリは抜けれないもんね。そしてここは早く右に行った方がいいと思う。いやこれなんだろう、これ気になるね。この上のブロック、コインか。まあ、なんか最近ね、コイン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 って僕がね、なんか言ったりするんですけど、まあそれがね、好きっていう方がいるみたいで、するの忘れました。で、ここは、どうしようかな。左行けよっか。どうすりゃいいのこれ。あ、いや、合ってた合ってた。多分、左行けるで合ってたのかな。倒します。で、鍵手に入れて、このまま右で。いや、まずい。ここは早く入るな、まずい予感がしました。いや、これ、やられるやつじゃないの。上なんかある。なんもないね。なんかある。てて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 て。え、じゃあここ、ドア入ったらいけないってことだよね。このまま待っておこうか。あ、待っておいて。違う。じゃあここ多分クリボー倒したらいけないんだね。クリボーを倒さないで、ツタに登る。こうしないとね、なんか、ドアに入っちゃうんだよね。そして中間ポイントゲットなるか。なるのか、ここは。なる！オッケー。じゃあここ右下行こう。なんでよ。なんかさっきと違うパターンありえるよ。いやそんなことはない。左下行こう。いやここでさっきと違うヤンカーは多分ないと思うね。うわあ、オッケー。いやなんか移動しそう。うわどうしよう。これなんか下足場あったっけ。足場あると信じようか。あると信じてここ。なんでそこはないのよ。一回キラーの上登っていこうか。キラーの上登ってジャンプで、この間うまい。でここは左上になんかあるって書いてるけど多分ないね。なんでこのドア入ります。うわ嫌な予感しかしね。うわ、え、なに、え、なんですか今の。え、じゃあここ左上にジャンプしてっていいのかな。うわいいね。うわこういう罠なんかシンプルに好きだ。まっ、それじゃあここのハテナブロック叩いたらダメだったね。なんで左行きます。まあ叩いてはいいんだけど早く土管に入らなくちゃいけないんだよね。でここは、うわ早く行け的な感じかな。多分そうだね。なんか違う気がすんだけどな。ほら見て、ジャンプ。 B がなくなってから行こう。だからここで B の、うわ危な、なんか聞こえたんですよ今カチャってね音が。あのバネは何よ。ところどころバネ振ってこさせると何よ。多分これでいけるね。でこのまま下に行ったらいける。それじゃあここはドアに入っていいっぽいね。そんで中間ポイント、あ、中間ポイントはね結構簡単に取らせてくれるんだよな。でここ中間ポイント取ってやられて多分すぐ右に行け的な感じかな。多分そんな感じ。いやそれかさっきと違うパターン一緒や。これは面白そうなステージだね。ここで待っておいたらなんか来ると思ったんだよね。でここで蹴っていいのかな。蹴ってみよっか。蹴ってなんか出る。どこ行ってんの。いやちょっとそなんか新しいな。それじゃここなんだけどね、蹴ったらダメだね。でも蹴ります。蹴ってあの高麗より早く行く。いや来たね。でここは、うわなんもないね。どうしよう。一回下に降りよっか。下に降りて何もしない。よし。でうわどうしよう。左上がねめちゃくちゃこの怪しいんですけど、一回この通り行ってみる。ノットトロール、来た。でここは何だったんだろう。あ金魚か。じゃあこれも金魚なんじゃないの。パウ意味ないね。じゃあこのまま上上がっていくよ。よし。でドアに入ります。うわここに来て。それじゃあねこのドア入ったらすぐ右だね。右に行かなきゃどうするかやられる。うわパラシュートつけてくれてるの。なあそんなことだろうと思ったんだよね。いや絶対なんか怪しかったもん右側のブロック。うわこれ中間ポイント戻すとかないよね。うわ優しい。これは簡単にやらせてくれるやつだね。いやめちゃくちゃ優しいね今回。それじゃあもうゴール下も当然なんで、はい。いや最後のゴールはですねちょっとインパクトに欠けるところがあったかもしれないんですけど、今日やった2つのコース、あれ
うん、あれだね、あれよ、あれ、そう、あれ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。